マリアルイーズ・サンフォードはアメリカ合衆国の教育者である。サンフォードはコネチカット州セブルックで生まれた。教育に対するその愛情は若い時から始まった。16歳ですでに軍内の昼間学校で教えていた。コネチカット市販学校を授業料には持参金を使って卒業した。地元でさらには全国的な教育者の仲間入りを果たし、 ペンシルベニア州チェスター郡の学校の校長や監督者になり、1871年から1880年はスワースモア大学の歴史学教授を務めた。大学の教授職に指名された女性としては最も早い部類に属した。ミネソタ大学がその教員職を提案した時、張り切ってその職に就いた。ミネソタ大学に在職した期間、サンフォードは、 修辞学という弁術の教授であり、文学や歴史を講義した。女性の権利を主張するものであり、黒人教育を支持し、成人教育の概念を開拓し、父母教師会の設立人になった。しかし、著名なことは、その晩年まで普通選挙には抵抗したことだった。また、そのまだ若い州の環境保存と美化運動の指導者でもあった。アメリカ合衆国中を回り、 1000回以上の愛国的演説を行い、その中でも最も有名なものはアメリカ独立戦争の娘たち全国大会で行った国旗に対するアポストロフィという力強い演説だった。サンフォードは1920年4月21日、83歳で死んだ。その年の6月、ミネソタ大学はサンフォードの栄誉を称えて記念集会を開いた。 ミネソタ州ミネアポリスの学校には、マリア・サンフォード中学校と名付けられたものがある。ミネソタ州モンテビデオの小学校も、マリア・エル・サンフォード小学校と名付けられた。サンフォードは、北の星の州で最も愛された女性と呼ばれた。第二次世界大戦の1943年に、就航したリバティセン SS マリア・サンフォードはサンフォードに、ちなんで名付けられた。 1958年、ミネソタ州は、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立貯像ホールコレクションにサンフォードの制動像を寄贈した。ありがとうございます。